ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。今夜のアンカーマンは産経新聞編集員の安本俊久さんです。さあ、今夜は何が見えたでしょうか。はい、えー、大阪府四条畷市のふうさと納税から。 産業になる歴史が見えました、はい、ということで、まあ、今日はふるさと納税の話をさせてもらうんですが市場の手紙がですね非常に興味深いお礼品を考えたお願いをしてるんですねお礼品何かというと、まあ、地元ゆかりの南北朝時代の武将の、ま、楠木正浦という人がいるんですがこの人のゆかりの父を訪ねるバスツアー2日間。 がお礼品なんですねバスツアーがお礼品なんですね、はい、で、5万円以上ねふるさと納税、えーまあ、これは一種寄付になりますがそれをしてもらえばですね4月24日と26日、えー、1日空いて2日間ですね、はいえー、市場のあて市役所発着でお昼ご飯付きのまあこのツアーに招待してくれるというんですね<ー>で加えて3月19日に えー、大阪電気通信大学の城のあてキャンパスで開かれる楠木正綱シンポジウムにも招待します。結構たっぷり。のういうのなんですね。で,すねでね、この話を理解してもらうためには、この正綱とは何者かというお話をちょっとしとかなきゃいけないですね。はいえー、この武将はですね、えー、後醍醐天皇に協力してね。鎌倉幕を倒した楠木正成。まあ、この人は非常に有名ですね。えー、この人の後取り息子、嫡男なんですね。 でお父さんの正成さんはまあ後醍醐天皇を裏切った足利尊氏の大軍と戦ってですね兵庫の港川で亡くなったわけですよね。でその戦いの直前にですね桜井の宿というのが今の大阪府島本町にあるんですがああここで、えー、数え11歳だったこの跡継ぎの正成にですねお前は河内に帰って自分が亡き後も 高渕のよよううににしなないように頑張りだからこういうい言をしたんですね、えー、これはまあ「桜井の別れ」という話として有名な話なんですが、はい、で桜、まあ、は11歳の時に河内に一旦帰るんですがそこにえ亡くなったお父さんの首が送られてくるんですねそうするとやっぱり取り乱してしまって自害をしようとしたんですね。うん、なんせ、はい 数え十一歳ですからまだ幼いわけですね、えー、そこにお父さんの首が送られてくれば、まあ、現代人でないにしてもかなりショックを受けるわけですねその自害をしようとした息子お母さんこれ久子さんと言われてますがこの人が命がけで止めたので思いとどまってその後は武芸戦術ですね武芸を一生懸命鍛えて二十三歳でお父さんの遺言を果たすために拒兵をしたんですね さすがに最初はですねお父さん譲りの戦略かぶりを発揮して強く,強くてです、ね、室町幕府の大軍を散々苦しめたんですが、はい、え最後の最後にですね、えー、室町幕府の執事である河野諸直という人が自ら幕府の大軍を率いてきての縄てで合戦をするんですね。 でここでま薩摩擦は父同様の大前線をするんですが最後百人余りに味方が減ったのを見てまあもうこれまでだということで弟と差し違えて死んだこういう人なんですね、うん、でこの人の一生というのは非常に有名な歌で象徴されていると言われているんですね出陣前に覚悟を込めた歌を歌ってるんですね、はい、その歌の内容というのはこういうものですね帰らじとかねて思えばあずさゆみ 亡き数にいるなおぞとどめもで,、ね、ですからこれからまあ武人として戦って戦死をすれば多くの戦死者の中に入ってしまいますがその中でも名だけは止めたいな、うん、まあこの潔さがあって一時はですねお父さんの正成よりも人気があったんですね。うん、それなぜかとというと 正成という人は後醍醐天皇への忠義を一徹に貫いた人ということで義の人なんですね。で正貫も同じように、えー、後村上天皇という、えー、後醍醐天皇の後を継いだ天皇に非常に忠義を尽くしてこういう命がけの戦いを23歳で行ったんですが同時に親のですね遺言を忠実に守ったということでこの人は孝行の人でもあるということではい、はい、この人を評価することとしてこういうものなんですね。忠だと えー、中尉の中と親孝行の子ですね、はあ、それを両方とも全うしましたとしてまあ人気があるんですね でその人を地元の誇りとして知ってもらおうというのは今回のふるさと納税の目的なんですね。はい、でツアー内容が非常に充実しているので少し、えー、ご紹介しますとまず初日の24日ですね、えー、この時にまず行くのは千早赤坂村の武三昆神社というところですねここは楠木市の拠点として利、まあ、水権を漁師として、えー、楠木市は持ってましたんで、まあ、その拠点になった神社なんですね。でそこから富田林市の南平安観音寺という お寺に行きます、はい、これはマサツラの自殺を止めてまあ,あ一人前に座ったお母さんが過ごしていた晩年過ごしていたお寺なんですねからそっから河内長野市の関心寺というお寺に行きますここは正重マサツラが学問をしたところでまあここでお昼ご飯をいただくということなんですね、はい、でそこから奈良の吉野町のニョイ寺というお寺に行きます ここは後醍醐天皇のお墓があるところでしてここの境内の門扉にですね実は先ほどの歌を刻んで擦らは出陣をしていったんですね<ー>ですからその門扉も見せてもらえるということなんで非常に中身が充実してるんですね。えー、じゃあ2日目の26日はどうかというとこれも四条太市役所前から出発するんですがまず先ほどの桜井の別れがあった桜井の駅跡に行くんですねこれは大阪府島本町ですね。から京都嵐山の 法教院というお寺に行きます、はい、ここは実は足利二代将軍の義昭の菩提寺なんですが実はここに摩擦らの墓があるんですねなぜあるかというと同じ二代目同士ですね義昭二代将軍がですね「えー、摩擦らの墓も俺の横に建、えー、ててくれ」と言って遺言をして死んだ。 まあそれぐらいまあから当時ですね京都の当時、えー、京都駅から見えてますがここはもう太平洋きゆかりの場所でして後醍醐天皇が隠岐の島から凱旋した時に休息所になったりあるいは足利尊氏が京に上ってきた時に拠点にしていたところなので、まあ、ここも巡る。 こここでお昼ご飯いいただくということうになってますね、はい、から宇治の商業寺という、まあ、ここは正ラと差し違えた弟,弟の正時の墓があるところですが、まあ、ここに行くんですね。で行く先々で神職とか住職らの講話を聞くのと、うん、それから正式参拝神社では正式参拝それから、えー、正公講没670年期法要というにも参加しますということなので<ー>まあこれだけのツアーは旅行者ではできないなというものなんですね。 でね今回この試みを紹介するのはこういう意図なんですね、えー、普通ふるさと納税のお礼品というのは、うん、えどんなものがあるか一番多いのは地元の特産物ですよね。で,ねで,で最近は体験もの商品も多いんですね、はい、例えば、えー、牧場で地、えー、搾りの経験をしてもらいますとかそういった経験ものも多いんですが。 ほとんどすべてその自治体なであるものをやってるんですね。ですね自治体関係しているで、ね、ってことですよねで。今言ったルートというのは、うん、ほとんど塩の町に入ってないでしょう。そうです、ね、に全部行ってるんですね。志賀などの京都だとね、はい。これなぜかというと塩の町というのは真っさつらゆかりの場所でもありますあるんですが、最後の合戦場所で死に場所だったというまあ要はそれだけのゆかりしかない。 です,ね、ですからゆかりの地を回るということになるとどうしても市街を回らなきゃいけないんですが、はい、そこを巡ることでも立派なお礼品になるじゃないかと考えたこれは市場安定市の市役所の歴史があれば外とも連携ができるし歴史がまあ特産品のようになる産業になると考えたということが僕は非常に、えー、いい方法だなと思うんです。うん で,す、ね、で実はですね四大縄手市にも摩擦らゆかりの場所っていうのはあるんですね。はいえー、史跡になってますが湘南港というんですね摩擦らはお父さんが大南港というんですが、えー、湘南港の墓所があってですねそこ非常に大きな土地を取っていて地元の子どもたちにとっては昔から非常に親しまれた遊び場所なんですね。で僕もそこに行きましたけども四大縄手の市街っていうのは本当に狭いところでして道路も狭くてなかなか広い土地が取れないんですが。はい そのの墓所とといいうのは広いままずっと守られてるんですねここに塩て市民がですね、えー、湘南光さんをずっと誇りにしてきて守り続けていた、まあ、この意思が感じられるような気がするんですね。うん、ですからそういう気持ちがあって初めてですね、えー、市外にを巡るツアーでも塩て市のふるさと納税のお礼品としてなる。 というふうに考えた。はい、まあこの発想がですね、この簿所があることで市民あるいは市の職員の間に生まれたんではないかなと思うんですね。自信があればこそってことですね。はい。でね、もう一つこれを全国の自治体にぜひ真似をしてもらいたいと思うんですね。特産品がない自治体というのは結構あると思います。え、はい、ただですね、歴史がない自治体というのはないんですね。そうですね。今があるのは歴史のあるから。はい。歴史というのは人々の営みの積み重ねですから、えずっと人が住んでいる以上何らかの歴史 歴史があるわけですよねでその歴史も着眼点を変えてですね一生懸命自分たちの愛するものだと思えばですねこれ自体、えー、他の人たち他の地方に住んでる人たちにとっては非常に魅力的なものになるということを実はこの試みは示してるんではないかなと思うんですね。はいえー、一言で言うと歴歴史史をを愛すすするる市民ががいる町はあ歴史を町づくりの方策とととして生かすことができますと、えー、それができる自治体は他の市民他の市のまあ 住民から見ててもですねあそこなかなか魅力的な街だなと、えー、一つ住んでやろうかと思わせるようなことになるのではないかなと思うんですねあ<ー>実はシロナーテがこういうことで摩擦らをですね検証しようと思っているのは今都市間競争が非常に激しいわけですね、はい、で、住民にまあ、新しい住民もどんどん入れたいんですがその時にあそこに行けばこういう人のゆかりの違ってそれを大事にしてる人がいるよ ということで、多くの人が住んでみようかなと思うせるうということですね。ここを実は安、はい、東市長は狙われてるところですので、まあ、そういった意味でもですね。先駆的な行政をしている町主要なって、そして摩擦らを愛している市民たちが数多く住んでいる町ということで、少し脚光を浴びせたいなと浴びてほしいなと思っております。<ー> <laughs> 願いも込めて、はい、ということですね。アンカーマンの目でした。